えーどうも、速っ塾の久保です。今回はですね、この動画を見られた方はラッキーです。久しぶりにご案内しますけども、合計で2500円もらえるというね。しかもこれが一回こっきりじゃなくって、継続してどんどんもらえるってことになります。もちろん、マックスはあります。一つは上限30万。一つは上限7万5千円。まあ、37万5千円まで、 まあ頑張ればずっともらえるってやつで、これは完全在宅で、しかもアフィリエイトの仕組み使いますんで、まあそんなに手間がかかんないんですよね。で、まず一番最初は確実にもらえる2500円。これどうすればいいのかってことなんですけども、アプリを2つ使います。1つはみんなの銀行っていうネット銀行のアプリ。これをアップストアとか Google プレイから普通にダウンロードしてスマホに搭載して、 そこで、これ銀行アプリなんで、プロフィールを作るんですよね。プロフィールを作る際に、まあ、例えば、みんなの銀行というね、3本の線、こちらの方ですね。こちらの方、こちらの方でしたら、えっ、ー、と、これですね。これの方、こちらの方でしたら、えー、まずはダウンロードして、プロフィールを作る際に、運転免許証の番号を入力します。そして、紹介コードを入れてください。紹介コードは、 ここにも書いときますけども、えー、もう一つはですね、えー、っと、待ってください。下のね、概要欄の方見ていただくと出ています。えー、っと、みんなの銀行の紹介コードは、これですね。紹介コードね、こちらになってます。で、これで1000円ゲットできるのは、まずは、えー、この、 アプリをダウンロードして、免許証番号を入れて、紹介コードを入れて、プロフィールを完成させることです。そしたら、銀行アプリが今日から使えるようになり、プラス、明日引き出せる1000円が最初から入ってるということになります。それがですね、こちらの方に書いてるということになります。これね。いいでしょう。で、これのいいところは、 今度自分のプロフィールができたら自分の紹介コードが今度できますんでその紹介コードを持って誰かにこのアプリをね紹介するわけですよそうすると紹介された人に1000円入りますけども今度は紹介したあなたにもそのたんびに1000円入るんですねこれを繰り返していくと MAX30 万まで入りますよっていうのがみんなの銀行っていう銀行アプリですこれね それから似たような形で第一生命のネオバンクっていうのがあります。第一生命ご存知ですよね。これも同じような形です。まあ、あの、これから動画概要欄の URL から第一生命のネオバンクをね、このアプリをスマホに入れていただいて、プロフィールを作ってください。そのプロフィールの中に紹介コードを入れていただくという形になります。 で、紹介コードは、これも概要欄に貼っときますけども、紹介コードを入れることによって、えー、1500円最初から入った状態で、ネオバンクの銀行アプリがスマホに入った形になります、えー。それがですね、ここに書いてあるってことになりますね。で、プロフィールができたら、今度はご自身のね、あなたの紹介コードが発行されますので、みんなの銀行と同じように、人に紹介してあげてください。そうすると最大50名までなんですけども、 紹介した人に1500円、紹介された人に1500円入るんで、まあ、どちらにも得なんですよね。まあ、こういった仕組みがありますんで、合計で2500円は、どころんでも入っちゃうってことになります。はい。ちょっと5分ほど説明しました。4分ですかね。4分ほどの説明で、あと作業するだけですんで、動画概要欄から、ぜひね、アプリを取得していただいて、プロフィールを作る際に、それぞれの紹介コードを入れてください。そうすると、 えー、みんなの銀行で1000円。第一生命で1500円。合計2500円がとりあえず入ります。あとは何人紹介するかってことになりますね。まあ、ポスティングとかをされている方とかはね、こういったチラシを作って、で、ポスティングのついでにさっと入れればいいんじゃないかなと思いますし、まあ、YouTube されている方はね、似たような動画を作ってもいいんじゃないですか。はい。ということで2500円。必ずゲットしてくださいね。動画概要欄からみんなの銀行、第一生命をネオバンク。 こちらの両方ともやってみてください。それでは。